たったの30秒でお腹を引っ込ますことができる骨盤の動きというのを紹介していきます。今回の動画は腹筋なしでお腹が引っ込みます。ぜひ最後までご覧ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの30秒腹筋なしでお腹を引っ込ます方法というのを紹介していきます。お腹を引っ込ます方法としては腹横筋と骨盤が関係してるんですけども、今回は骨盤に重点を置いて解説実践をしていきます。お腹が出ている方、下腹が出ている方、太ってない方も出ている方いますよね。おへその下の方がぽっこりしてるとか、腰が反れてお腹が出てるとか、そういった場合はお腹の脂肪が原因じゃないんです。実は姿勢なんです。特に男性よりも女性の方が下腹が出やすいです。というのもですね、男性っていうのは基本的に骨盤がまっすぐなんですけども、女性はお腹に赤ちゃんが生まれる時のために骨盤が男性よりも前傾してます。ですので腰が反れてお腹が前に出てしまう、そういった姿勢になりやすいです。そこで今回はその前傾している骨盤をまっすぐ立てる姿勢のコツというのを紹介します。一緒にやっていきましょう。はい、まず寝っ転がります。やり方は簡単です。まず足を伸ばします。片足抱えます。抱えた時に腰に隙間ができたらダメです。腰に隙間ができないように足を抱えます。もし足を抱えて腰が浮いちゃう方は、反対の足を一回少し曲げてですね、腰をつけます。腰がついたら反対の足をゆっくり伸ばして、腰が浮かないように10秒間キープして息を吐きます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対も一緒です。足を抱えて腰が浮かないように一回反対の足を曲げて、腰をしっかりつけて、ゆっくり足を伸ばして、お腹をへこましながら腰が浮かないように10秒息吐きます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあ今度両足伸ばします。この時まだ腰が浮くと思います。なので一回両膝曲げて腰をつけます。腰をつけたらお腹をへこましたまま、腰が浮かないようにゆっくり足を伸ばしていきます。これで最後10秒キープです。息吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。お疲れ様でした。どうでしたか？お腹が引っ込むことができましたか？腰をしっかりつけてお腹を引っ込めて骨盤をまっすぐにすることで、ドローインというお腹をへこます基本の姿勢が身につきます。これを毎日30秒やってもらうだけでお腹がどんどんね引っ込んできます。腹筋とかしてもですね、骨盤の動きというのはあんまり変わらないので、しっかりこうやって骨盤の動きをですね、しっかり立てる、お腹をへっこまして体を引っ張って、腰が床につく感じの姿勢で体をまっすぐ起こしておく、そうすることでお腹というのは引っ込んでいきます。お腹をへこますために腹筋頑張ってる方、腹筋をやめてですね、こういった骨盤というのを意識して息をしっかり吐くということで腹横筋が身につきますから、お腹をへこましたいって思ってる方は今回みたいな動画をやってください。腹横筋も使いながら骨盤を立てるっていう動画もありますので、よかったらそっちの方も見てみてください。試してみた方、お腹が引っ込んだなって感じた方は、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも効果的なエクササイズ、効果的なダイエット情報というのを配信していきますので、よかったら登録の方もしておいてください。ご視聴ありがとうございました。
you